こんにちは、粟田洋介です。この間額にこんな感じで色を塗ったんですけど、この額に入れようと思った絵にこの額が合わなかったので、今回はこの額に合うように紫の絵を描こうと思います。それでキャンバスを紫色に塗ってあるんですけど、こうやってはめてこの額に入れてかっこよくなるような絵を描きたいと思います。
こんな感じの絵が出来上がりました。額に入れると、こんな感じになります。これは3つの輪というタイトルをつけました。普通は額に合わせてとか絵を描かないんですけど、まあたまにはいいかなと思いましたので、今日絵の具はこの6色しか使いませんでした。額にピンク、青、紫系が入っているので、紫が2色の青ですね。それからマジェンタで白と黒を使いました。というわけで今日は紫の絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。